はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回なんですが、こちらご覧ください。なんとついに第五人格に新ハンターがねやってきました。そのねガチャが登場したんですが、その内容がこちらとなっております。はい、めちゃくちゃかっこいいねまあものが見えるかなと思うんですが、なんと今回、このガチャからですね、新ハンター足内の羊が、実装されました。そちらの UR 衣装がねこんな感じになっております。ちょっとね UR 衣装ってかっこよすぎるんですよ。この灰の雲という名前の衣装なんですが、うーわやばちょっと待って、かっこよすぎる。うわー怖えー、これは怖いぞ。もう本当にこのゲームね、ホラーゲームだということを、もう実感するね、そんな怖さを持っております。そんな UR 衣装が一つ。そしてもう一つが、あと二つが、SSR 衣装ですね。おもちゃ職人、そして、マジシャンの SSR 衣装となっております。で、そして SR 衣装がリッパー、そして冒険家、新眼、ガードナンバー26、航空エンジニア。はい、このね、5つの衣装が、SR 衣装として実装されます。で、他のね、ところはもうすでに実装されているので、まあ、今回は、全部で、8個かなの衣装が、新たに実装されるということで、はい、早速ね、まあ、今回この UR 衣装を狙って、ガチャのを回していきたいというふうに思います。でですね、今回ね、まあ、こちら、やるんですが、このね、無料分、溜まった25個と、あとはポイントで交換する20個、をね、今回ちょっとね、この、ガチャで回していきたいと思うので、なんで大体、大体というか全部で45個かな、はい、無料でね、今回のガチャ回していきたいと思います。さあ45回、回せば UR 衣装当たるのかというのを皆さんと一緒に見ていきましょう。それでは早速いきましょう。これで合ってるよね。待って、これじゃない。危ねえ間違います。間違えるとこだった。こっちですね。真髄にの。それでは最初の10連いきたいと思います。さあ、金カノン仮面。今回もね、新たな衣装を、まあ、8個しかないのでね、まあ、ほとんどこのね、欠片になります。はい。なのでね、ちょっとね、ほんと早めに当たってほしいところです。それでは続いて、20連金だーないかーということで、無料分、無料のポイント分はね、なくなりました。そして一つ目のこれですね、SR 衣装、ボンボン。はい、燃焼室。はい、ボンボンゲットいたしました。で、まあ、このポイントはね、何かというと、まあ、知らない方のために説明すると、このガチャ、通常のガチャをたくさん回すと、ポイントがね、どんどん溜まってって、好きなところでね、そのポイントをガチャに、変更できるみたいな。まあ、いわゆるポイントカードでポイント溜まりますよ、みたいな。まあ、そんなね、ものになります。はい、じゃあ続いてね、ちょっと5個がね、ちょっと、中途半端なので、そこをね、先に回していきましょう。まあさすがに単発で出るのはね、期待はしておりませんが、まあ、出てくれたら嬉しいよね。はい、まあもちろん出るわけはございませんでした。はい、ということで、もう早いですね。25連回しました。さあ、それでは最後の20連。さあ、一応ね、このね、確定分までは届かないんでね。さあ、ここで出たらマジで最高や奇跡よ。もう無料分で久々に当てちゃうよ。さあ、35連目ダメかーくぅー瞬間、花を探すものゲットですね。いや、出ないね。それでは最後、45連目、無料45連回していきましょう。皆さんに夢と希望を見せたい夢があるんだ。おお、来た。無料で何が当たる。キング、うわー、冒険家と、で、SSR 衣装は、マジシャン。おお、なんか、めっちゃ、スタイリッシュじゃね、このマジシャン。めっちゃ顔、シュッてしない。かっこよ。ダイエットした。現状に成功しちゃった。あれ、ちょっと。まあでも、とりあえず、まあ、無料では出ました。よかったです。はい、ということで、今回の検証結果、無料45年目、もう SSR は1個出る。ただ、まじちゃんという、ところでございました。で、それでちょっと、ここからはね、まあ、課金にはなるんですけれども、まあ、この足内の羊の UR 衣装が出るまで、回していきたいと思います。まあ、さすがにね、今回のね、このね、UR 衣装はね、かっこよすぎる。もう、かっこよすぎるから。めちゃくちゃ好きだね、今回のやつね。まあ、だからね、こそね、ちょっとね、当たるまで回していきたいと思います。やっぱハンターはね、楽しいからね、新ハンターとかは。うん、サバイバーはね、ちょっとね、キャラの数が多すぎるから、まあ、あんまりね、使わないことも結構あるんですけど、ハンターはね、本当にね、いろんなところで使いますから、うん。本当に楽しんでね、全然出ないじゃないか。おい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 、全然出ねえんだけど。おい、やってた。あ、金金金金金金
いや、いらないよマジシャンは。いらないって。いや、やば。おいしそうだろ。やばいやばいやばい。あと155連で天井ですね。いや、本当に良くないね。うん。いや、いらないね。おもし職人にして、せめて、本当に。せめてそっちにしてくれ。頼むから。本当に。金やば。全然出る気配が、ないですね。本当にね。いや、きついね。ね、今ね、ペルソナコラボもね、同時にやってるんですけど、このね、覚醒に使えるさ、反逆の魂、これ、ちょっと、ここのガチャでも溜まるようにしてくんねえかな。あれで、金来たぞ。うぅ、いぅ、あ、そっちか。いや、SSR かい。さあ、おもちゃ職人、さあ、出ましたね。はい、おぉ、美しいね、このおもちゃちゃんもね。いや、いいですね。まあまあまあ、うぅ、嘘でしょ、連続、ウィー、いらないよマジシャンいらないよお前、ほんと。いやー、スタイルしなったな。いや、いらないよよ、そんなに。このゲームは覚醒要素とかないからね、強くなる要素とか、ほんと。いやー、もう複数枚持ってても何の意味もない。もう一枚あればいい。くー。で、まあ僕的にですね、まあ当たらなかった場合の最低ラインは、まあ、この、いっぱい回すとアイコンがもらえるんですけど、まあ、ここかなと思ってるんで、180連ぐらい、あと35連、あと35連までに当てたいね、どうにかね。ここが僕は最低ラインだと思ってるから。いや、いや、来るだろ、さすがにそろそろ。さすがに来るだろ。大丈夫、大丈夫。来るよな。大丈夫だよ、来るよな。なあ、金だよな。おお、これできたら最高。金だ、いらねー、いらねえ。いらねえなあ。まあ本当にあと UR だけでございます。ちゃんと5連だね、このアイコンがゲットできるのは。5連じゃあちょっと回していくか。いや本当にさ、ちょっとやばいな。今回運ないね。もうやばい、どうしよう。ちょっと天井、久々の天井か、これは。あ、これやばいわ。次で35。まあこのアイコンですね。僕の思う最低ライン。はい、無理でしたー。やばいやばい。とりあえずね、めちゃくちゃかっこいいアイコンゲットしようか。いや、ちょっとマジか。久々の天井来るか。あと70連で天井。あ、出た、あ、出た、出た。あ、これもう分かっちゃった。金だ、これ。かっけえ。かっけえ。やばー。かっこよすぎるんだけど。ガチでかっけえんだけど。いや、いやー。体大きい、体大きい、体大きい。いや、決してかっこ悪いって言ってるわけじゃないですからね。いや、僕はかっこいいと思いますよ。はい。まあでもね、かっこ悪いってね、まあ言う人もいますし、まあ、まあここはね、まあでもやっぱ言われる人がかっこいいですから。ということで、出ました。ありがとうございます。なんとか、まあ200年ぐらいに出たかな。はい、いや、よかったですね。で、僕ね、回した瞬間に気づいちゃったんだけど、回した瞬間に、あ、これ UR だって言ったじゃないですか。あのね、気づいちゃった僕。この左下あるじゃないですか、ここ。あと200何回開けると UR アイテム確定って出るんだけど、ここがね、さっきね、残りあと60回ぐらいだったのに、開けた瞬間249になったのよ。だからね、ここ見ちゃったら、気づいちゃうから皆さん、ドキドキしたい方はここ見ない方がいいですね。はい。ということで、なんとかね、無事ね、当てることができました。はい。それじゃあちょっとこれからね、またね、このハンターを使って、まあ、いろんな動画も上げていけたらいいなと思っておりますので、まあ、ぜひ皆さんね、こちらのハンターを使う動画も楽しみに待っていただけたらと思います。ということで、みんながね、早く当たることを祈っておりますんで、皆さんぜひ当ててください。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、またねー。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。